強くなりたい人は高評価どうも、はいということで今回ですね強くなる方法というものを教えていきたいと思いますまあだけど、まあ僕めちゃくちゃうまいということでままうんこだな まあまあまあ、まあやっていきたいと思う。まあまあまあ。はい、ということで、まあ、初期スキンと初期ピッケルっていう、なんという猛者スキンなんでしょう、ほんとに。なんていう猛者。まあ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 はい、ということで、まずはですね。はい。まずは、建築方向。方、方法ね。建築方法を、まず教えていきたいと思います。まず一つ目は、縦積み。 縦積みですね。はい、皆さん。皆さんは、えっと、縦積みは知っていますかね皆さん。こういう、こういうやつです、まあ。こういうやつだよ。こういうやつ。で、一番早い縦積みを皆さんに教えていきたいと思います。はい、まず、まあ、縦積みは、その1からその3まで、目的にはあるんですよ。まあ、まず、目的の、その1。 はい。今のがその1です。はい。今のがその1。で、その2。で、その3。はい。ということで、今、その1からその3までやったのですが、僕的には絶対その1が早いと思います。はい。はい。 で次はボックス例えば自分の,あのボックスってあるじゃないですかだからこういうのよこういうこういうボックスねこれ僕的にはこれボックスって言ってんだけど違うのかなまあまあだから、まあ、ボックスの時すごくピンチの時ここでエモるじゃないですかで大抵の人はここに多分屋根を置いてないんですよこうやってこれかこの階段を置いてないんですよ で、これは絶対置いた方がいいです。これなぜかというと、これちょっと階段を張らないでちょっとやって、ちょっとやっていきます。で、僕が敵側だとしたら、こう張り替えられたら、あ、こう、こう張り替えられたら、なんか建築して、なんか、なんか、階段とか、普通になんか屋根とかを置,置かれたら、もう、もうあのね、もう中の人はもう何もできないので、だからもう相手は、 ここからピューンって入ってきて、多分なんかご、ご押しとかなんかされちゃうので、本当に、はい。やってみてください。で、こう。で、もしも、もしもだよ。こっちが、この、僕側が、あの、すごく相手にダメージを与えて、こう、ちゃんとここに屋根を置いてたら、どうすればいいか。それは、多分、あの、回復してるんですよ、多分。だから、 こうもう階段を張って、はい。もう、もうね、強制的に、もうそのボックスの中に入っちゃいましょう。はい。入って、えー、っとね、んなんかダメージ与えれば、絶対にいい。だけど、多分、あの、相手のボックスの人は、多分逃げることしか考えてないので、 はい、普通にご了承とかでやった方がいいと思いますはいで次次はですねえー、っと次次は怠慢ですね怠慢次は怠慢の時で皆さんいつも怠慢の時はこうなるじゃないですかでここ開けてあ、ここ開けて開けるみたいなでこういう感じじゃないですかで皆さんはこのこの怠慢多分,多分中級者の方は絶対やったと思うんですけど これ,これ1段で1段からこう縦詰めしてるかこの普通に2段から縦詰めしてるか皆さんはどっちですか僕的には絶対この1段の方がいいいと思いますこれなぜかというとこれこれ1段だとすごく縦詰めするスピードがは速くなるんで絶対1段の方がいいですねこれは。 で次まず一覧にまずしてみてください。あの,あの本当にこれはあくまで個人の意見なんで、はい、これはあくまでもお手本にしてください。はい、でまず一覧でいやるじゃん。あやるじゃんでそれで普通に縦詰めするじゃん。でこのあとよこのあとに階段階段屋根こうそれかこうこう。こう こうでもいいでです全然でこれなぜかというとでこれなんでこんなことをやるのかというとまずえっ、ー、と相手側にえー、相手側がちょっとあの普通に、ね、あの縦積みするとこうこうなっちゃうこうですこうなるんでこの建築がすごく邪魔なので相手はこのなんか横から にしかあの入ってこれないんですよ。だから、これはすごく上を取りやすいです。で、多分大抵の人がこの、この建築してますよね。これ大抵の人が。で、あとはですね、ちょっとうまい人だと、こう縦積みして、ここで置い、ここでもう屋根、床を置いて、 そのまま編集して出るっていう可能性もあるんでちょっとそれは危ないねそれはでその時の対処法もってできたと思いますでまず相手がうまそうだなと思ったらちょっと一回だけ見てこう置いたらえっ、ー、とこのまずちょっとこれは反応速度もある,いるんですけどまずこう見て相手がこうやったら あの絶対飽きるんですよ、はい、飽きるかあの横跳びなんですよ絶対こうねはいなのでこの置いたらこっちとこっち側とこっち側と飽きるのをちょっと確認しておきましょうはいそれちょっとむずいけどはいでこれあちょっと待って俺言い忘れた初心者必見ねこれ。 初心者、中級者が必見ね。はい。ちょっと上級者も見ていいけど、はい。で、これはあくまで個人の意見です。はい。ということで、今回の動画はもうこれでおしまいにしたいと思います。で、ちょっと今回の動画伸びたら、次のフォートナイトあ、いや、いや、次になるかわかんないけど、えっ、ー、と、エイムとか編集とかの、ちょっと、 ちょっと対処法とか小技を教えていきたいと思うので、ぜひぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。で、あの、登録者数あの今あの100人目指してるんで、はい。普通に登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう